黒磯駅。黒磯駅は、栃木県那須塩原市本町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線の駅である。東駅南は、宇都宮線の愛称区間となっている。東北本線は、電化時に東駅南は直流電化、1500V、伊北は交流電化、20KV50Hz されたことなどから、日本国有鉄道、 国鉄時代から運用上の要衝、境界となっている駅である。現在は、貨物列車と一部の臨時列車を除き、当駅で運転系統を分断しており、新白川方面は主に2.5両編成の列車が1時間あたり1本弱、宇都宮方面は主に4両編成、一部は5.10両編成の列車が5から40分間隔で運転されている。また、 貨物列車についても乗務員の交代が行われる。また、東駅より南側の直流区間は JR 発足後の1990年平成2年に宇都宮線の運行名、愛称が与えられており、正式路線名の東北本線で案内される東駅森岡駅間とはラインカラーで区別される。東京近郊区間も東駅までとなっている。スイカ首都圏エリアの端にあたる。 JR 支社堺は、豊原駅、白坂駅間が、大宮支社と仙台支社の境界となるが、輸送指令は、東京駅から東駅までを、東京支社が担当し、東駅北を仙台支社が担当している。駅長の配置された直営駅で、高角駅、黒田原駅、豊原駅を管理する管理駅でもある。駅舎側より、端式ホーム一面一線、一番線。 島式ホーム2面4線、2から5番線、合計3面5線の地上駅である。駅舎上部を東北新幹線が通過している。社員配置駅、管理駅で、多角駅、豊原駅間を管理する。スイカ対応自動改札機が設置されている。駅舎内には、緑の窓口、営業時間は7時から18時、自動券売機、指定席券売機、 ニューデイズアキテナント、待合室、コインロッカー、観光案内所がある。アキテナントの位置にはかつて、立ち食いそばや、北そばがあったが、2015年6月に閉店し、2017年8月には、テナントも撤去された。1982年、昭和57年の東北新幹線開業前には、多くの特急、急行列車が停車したことから、かつては、 ホーム上にも待合室や売店等が設けられていた。これらは新幹線開業後も残存していた、優等列車の大部分が廃止された1990年代、初等にすべて撤去された。なお、2008年、平成20年にホーム上の待合室が改めて設けられた。かつては皇族が那須御用邸に向かう、最の最寄駅としてお名刺列車が当駅に発着しており、 一般の入り口の脇に、皇室専用の出入口や、待合室が設けられている。しかし、東北新幹線の開業、を、さらに1989年、昭和64年、平成元年の昭和天皇崩御後は、基本的に隣の那須塩原駅を利用するようになったため、ほとんど使われていない。そのため、以前一番線に存在した、おし列車到着の際に、 駅長の立ち位置を示す印は、ホームカサ上げ等の改良工事により消滅した。その他にも、国鉄時代は、宇都宮鉄道公安室黒磯公安部として、鉄道公安職員が常駐しており、おし列車の運転時以外も、駅構内警備や旅客列車への計上を行っていた。駅構内の古選橋は、かつては階段のみが設置されていた。2010年、 平成22年度から翌年にかけて、古戦橋が更新されるとともに、エレベーターが設置された。夜間大白は、宇都宮、上の方面に4本設定されている。出店、JR 東日本、駅構内図。当駅は電化後、直流専用と交流専用双方の機関車の乗り入れ、車両交換ができる。よう、1959年。 昭和34年から2017年、平成29年まで当駅に地上を切り替え方式の公直接続設備を設けていた。構内の河線は3番線、直流専用と一部の側線を除き、直流、交流の両方に切り替わられるように交流区間で使用されている外資系同章セクションにより区分、セクションされ、公直切り替え段時を用い、黒磯変電所からの交流、 直流の電源を地上からの指令で駅構内の区分された河川、セクションに切り替えて流すことが可能であった。このため、構内の信号機には直流、または交流が加圧されていることを表示する河川電源識別標識が取り付けられていた。地上切り替え時代は、同駅をまたいで運転される機関車牽引列車は原則的に同駅に停車し、 直流、交流の機関車の交換作業を実施した。双方の電源に対応できる高直療養車両、機動車使用列車も、設備が車両側で乗務員操作により高直切り替え操作を行う車上切り替えに対応しておらず、信号取り扱いが電源切り替えに連動していた席上、一旦停車し、高直療養車両については停車後パンタグラフを降下。 地上側での電源の切り替え後にパンタグラフを再上昇させ発射する形をとった。ただし、1968年、昭和43年10月改正、43島以降、1番線の東京方と5番線の青森方に無電区間、デッドセクションを設け、自動列車線別装置を装備する車両は、地上市との連携によ、1番線、下り5番線、 上りを停車せず通過し、車上切り替えを行うことが可能となっていた列車選別装置黒磯駅通過列車用も参照。しかし地上側の設備が複雑となること、加えて2008年に作業員の関連死事故が発生したことから、JR 東日本では保守管理の課題解消を目的として、当駅構内をすべて直流電化とすることを決定し、2013年、 平成25年に工事を開始し、2018年、平成30年1月1日から3日にかけ、校内の直流化を完了した。これに伴い、校内の森岡方にレッドセクションが新設され、高直流電車、機関車は通過中に、電源の切り替えを行う方式とした、車上切り替え方式。このため、工事完了後の当駅への交流専用車両の入線は、 不可能となったが、機関車交換が必要となる、貨物列車は2012年、平成24年に ED75 系、交流電気機関車の定期運用が終了し、2016年、平成28年3月26日以降は、直流電気機関車の乗り入れも終了したことで、同駅を通過する、貨物列車は、高直流用の A500 型が直通で経引する列車のみとなっていた。 旅客列車についても、切り替え直前の2017年、平成29年10月14日に実施したダイヤ改正で、黒磯駅北で運行されていた、交流専用電車の運行を新白川駅までとし、黒磯駅から新白川駅間で運行する車両を E531 系高直流電車と、キハ110系機動車に置き換えている。黒磯駅から新白河駅間は、高直流電車、 機動車のみの運用となったため、理論上は、黒磯駅以南、宇都宮線区間への直通運転も可能であるが、2018年現在、高直流電車、機動車による黒磯駅以南への営業列車としての直通運転は行われていない。2005年、平成17年以降、当駅で販売されている駅弁はない。大東亜戦争。 太平洋戦争前は駅前にあったタバコや旅館が駅弁の製造・販売を行っていたが1950年、昭和25年に発足した高崎鉄道管理局が当駅を管轄することになった時点では販売業者がな状態となっていた。電化による機関車の付け替えで停車時間が長くなることから高木弁当と摂政国伝説に由来するキュの キツネをトレードマークとしたキュービ弁当、本ポコと双葉食品黒磯営業所が196年、昭和31年に営業認可を申請、1957年、昭和32年から営業を開始した。1960年代以降急行列車が順次、電車、機動車に置き換わった後も、この駅で特急列車の通過待ちを行うことが多かったため、 駅弁を買い求める利用者は多く、夜行列車が発着する時間帯も弁当の販売を行っていた。高木は特製幕の内弁当、鮎づくし、高原肉飯、なめこ汁など、キュービは生地焼きぐに飯、キュービスし、キュービの釜飯などが代表的な製品だった。キュービの製品は双葉食品キュービ弁当部という表記の時代もあった。キュービ寿司は、 後年、九尾寿司、九尾の味と二度解消。九尾の釜飯は、横川駅の峠の釜飯と同様のマシコ焼きの器が用いられていた。2001年、平成13年に、高木弁当が廃業。2005年、平成17年に、双葉食品黒い素営業所が撤退し、販売は終了した。JR 東日本によると、2018年度、 平成30年度の1日平均乗車人員は2337人で、ある、レフグループイコール利用客数ネームイコールパッセンジャー 2018-04? レフ。近年の推移は以下の通りである。かつては東の交通マロニエ号が黒磯駅羽田空港の空港リムジンバスを運行していたが、2013年12月16日をもって、 宇治家駅始発となり、当駅発着の高速バス路線はなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。